3日連続あなたへのおすすめで私の動画見てる人はそろそろチャンネル登録した方がはかどるんじゃないかと、思っておりますけれどもね。はい、 TIL でございます。今回のパッチでリボルバーめちゃくちゃ強くなりましたね。神アップでですね、石膏兵の私からするとね。はい、まずヘッドショット一撃距離が7メートルが12メートルまで増えました。はい、胴体2発キルも7メートルから12メートルですね。結構伸びましたよ。で、胴体3発キルが前まで12メートルだったのが30まで伸びました。もうめちゃくちゃ強かった。ダメージモードがすごい素晴らしい。7メートルと12メートルがこんくらいかピンと攻撃した人のためにね、こんな感じです。はい、いかがですか。結構な距離ヘッシュ一撃でやれちゃうというわけですね。はーい、素晴らしいですよ。はい、結構30メートルまで3発キルってもでかくて、スナイパー一発ってもうリボルバー切り替えてポーンって打ったら結構な距離一撃で倒せちゃうんで、まあ2撃か倒せちゃうんで、もうサブウェポンはリボルバー一発なんじゃないかなって思っておりますね。はい、というわけで今回はリボルバー縛りでやっていきます。はーい、何ですか、3日連続ゲーム実況全部荒らすっていうね。はーい、まあでもアラスじゃないとね、こうハンドガン実況は正直厳しいんじゃないかなと、思っておりますけれどもね。はい、じゃあリボルバーやっていきましょう。まあね、12メートルまでね、ヘッショ一撃ということで、まあかなり中距離強くなったと思うんだけど、まあ、実際こう精度良くないんよね、リボルバーって。これ他のハンドガンの精度一緒なんよ。リボルバーだけ精度上げてくれって感じだけどね、そんな良くないんで、まあ多分メインとしては腰ダメで胴体2発で戦っていく感じなのかなと思ってますね。まあ要するに近距離は実質 Z20Q というわけでございますね。はい、え、置いたのか、くしょ、全然気づかった。また今の爆発物、おそらくピアットとグレネードライフルの流れができつつあるな。ドミネーションは完全にクソになってしまった。もう正直責任感じてる俺。うん、正面、はい、オッケー、ナイス。メインウェポンに勝っていく、いいですね。いた、うわー、出たよ爆発物。ほんま外役、キングオブ外役やからな。オッケー、ナイス。この炎は大丈夫、生き残る。さすが衛星やな。シー取られてんのかこれ。チャーリーいるぞこれ普通に。おいた、オッケー。ちょっとクソエイムすぎる。ちょっと今のは見なかったことですね。はい、さあチャーリー取れたんで B 詰めますか。まあ、せっかくな 12m のラインでね、ヘッシュ一撃狙いたいんやけどね、なかなかそういうチャンスがねないんですよ。前ガチやからさ、前でもハンドガンオンリーサーバーとか普通に欲しいよね。なんかはい、オッケー、2キル、いやー2キルが限界。そうセーフかな。ナイスっすね、ありがとうございます。さあ境界ちょっとリロードしなあかん。境界いけるかこれ、あぶねー。マイポット立てるのはさすが自殺行為と言わざるを得ないな。まあどうなんだこれ、ちょっと横から回った方がいいな。でも B これ固執しすぎてやばい気がする。あ、奥いるわ、リボルバーじゃ倒せない距離にいる。さあ家のが逃げ込んで、これこの動画参考になってるかな、みんなのリボルバーの戦い方。まあ、リボルバーしかないシーンもあるからね、こうやってね。まあ、基本腰ダメいいと思うけどね、さすがにそうには勝てんけど。さあ、また強化取られて、なんかいるよ。はい、オッケー、2キル。さらに、お前2人で来たかな、これ。奥来そうやな。スモーク対って、B にがっつり攻めていこう。スモークは蘇生するためだけの道具じゃないからね。敵に間合いを詰めるための道具だからね。そこはしっかり覚えとけよ。まあ、PUBG とかみんなやってるから多分大丈夫と思うけどさ、その辺は。理解してると思ってますが。あ、ちょっと。ちょっときついな、いいのかもして。これ、ヘッショ一撃狙うなら勝てないかもしれない。まあ、しゃあない、しゃあない、今のしゃあない。あ、今 A から B に流れていくのが見えた気がするんで、A 取るよりはちょっとこう追いかけちゃうかなーっていう感じ。OK です、ヘッショ一撃。前はね、パッチ前はあの距離、ヘッショ一撃じゃなかったからね。はい、その辺を考えるとやっぱ強くなってる。でもね、やっぱ ADS してヘッショ狙う武器じゃないと思う、これ。精度が悪いからね。精度さえ良かったらマジで、ね、むちゃくちゃ強なんだけどね。まあ、そこはさすがにやりすぎたらね、他のこうサブウェポン使う必要なくなるから。邪魔ー、必要なくなるからね。さあ奥おったか、スモーク焚いて、スモーク曲げて詰めます。いるやろ、やってくれた。 B はまだ敵の箱いるね。ナイス、いいですね。今32ダメージか。さあ B 取れるこれ。リロードする暇あるかな。あー、リードせんかった、敵おったな。うわっ、強みか、しゃあない。いた、あぶれ、奥まだいた気がするけど大丈夫。ほら、あれ奥やれる。前はね、あの距離4、5発必要やったからね。
だいぶ強くなったね、やっぱりこう考えたら。こうスナイパーの最後のとどめとかやっぱリボルバーかなり強くなってくるね。今までクラックウルグニスで俺メインで使ってるやんか、生放送見てるみんな知ってると思うけど、あれ50ダメージじゃねえか胴体。だからこうしっかりリボルバーでとどめを刺すやすかったと言えるよね。あいつちょっと深追いするか。大丈夫、味方で一緒にいるときはこう少々攻めたら大丈夫だね。はい、オッケー、3発キル、いいね。さあ回復してしっかり C 攻めていいかな。ちょっと家の中使っていくか。あ、いるなここ。オッケー、ヘッショイス。いや、あ、前はあの距離ヘッショじゃなかった。いいぞいいぞ、いいシーンだと思います。なんか2人いる。あれは俺の立場が悪い。あ、スナイパー持ったのか。ナイス蘇生やけど、これ助かるか。あ、わかんかったわ。もう一回待ってみよう。もう一回おかわり、蘇生おかわり、蘇生おかわり、ナイス。は、あ、オッケー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 。 C 詰めるかこれ。リロードするのマジっぽいねんな。あ、そうそう、全然関係ないけどさ、サブウェポンに専門技能が欲しいんです。もう絶対神ゲーになると思う。もうすでに、あ、奥いるね。正面からはさすがにアーサルトに勝てないんで、横から入るか。あ、まだいるよね、C、いるね。今のですよ、多分今のですよ。上とかちゃうかこれ。おい、やっぱりそう。いや、どっかやった。 C まだいる。あれか、オッケーナイス。さあ蘇生、戦い戦い。あ、 B 取られてますね。境界に詰めるか。さあ B 奪われた。じゃあ B 正面突っ込んでもいいけど、家で待つか。やっぱりね、サブエポンだから。うん、俺メインエポンじゃないから、その辺はちょっとずるい立ち回りしてもいいと思うんですよ。危なっ、逃げよう。よう倒したね今。多分敵追ってきてるやろこれ。追ってきてないか。 B、 あ、 B、 B もう取り返したん。やるやん味方、たまには味方やるやんけ。いつもなんかしょうもないけど、なんかいる。もうマジキモいねんけど、ああいう草のライム MG。 やばい、これはこの距離は。おお、助かった味方、ありがとう。ああ、まあでもね、最低ダメージもね、リボルバーの最低ダメージも上がってるんで、結構離れた距離でもね、多少のダメージ入るようになってるはずやねんな。うん、だから遠ざめに刺すにはかなりいいと思うんですよね。まあスナイパーに限った話だと思うけど、ね、正直メイン突撃ゲートとかで弾なくなってさ、リボルバー使う分にはあんまりそういう長い距離って打たへんと思うからね。まああんま関係ないと思うんでね。スナイパーの人はね、最後クリップ繋げる時とかね、結構超遅いと思うんだよね。オッケー、しないっす。正直最初から A でしたから、よかったな。奥行ったな今。ちょっと精度的にあの位置はね、リボルバー届かへんからね。ちょっと詰めますか。骨持ったな今。ああ、向こう向こう向こう。気づいてんの俺だけかな。まだいるまだいる。うおー、危なっ、助かった。体力中やってくれたかなあいつ、あの衛星兵が。まだいるんじゃんそれ。あ、いる。ナイス、いいね。さあ次は A も取り返した。25キル5です。結構いい成績じゃん。うん、なんか強かったな。前ハンドガン実況した時俺リボルバー辛そうやったよな。正味ルビーとかの方が強かったんや、悪さとかね。またリボルバーがしっかり強くなってきてね。今こんだけ強くなったら、正直サブエコーの選択肢としてはもうリボルバーいったのが気がするけどね、正直ね。ほら3発キルやる今のもしっかりと。前はあれ4発キルやったからね。そう考えて強いやろやっぱり。 B 取る、味方に任せやけど、あの距離はしんどいな。よくやってくれた。 A で精度かな、もう少しね、あれば。あるいは弾速遅いしてるボスなのかな。あー、さすがに無理。おお、なんか変なとこ湧いた。何これ、煙突とかあるやん。これ俺らサンタクロースあるんだこれ。クリスマス終わったらいいから。なんかそこ、この位置、リボルバー的には正直強くないよ、この位置。どうやって行ったのか、どっから行くんだろう。これはちょっと覚えとらなかな、今後のために。え、ちょっと待って、ここ来れるんやったら、ちょっと俺、よ、外役プレイ思いついたぞ。こっからひたすらピアットとか、あ、やばい、あ、今の聞かんかと思うしね。やばい、また外役プレイ流行るわ。今のはちょっと良くないこと言ってしまったな。屋根からピアットはさすがにあかん。もう BF4 の、ザボットのチームデスマッチ、屋上に行けた頃の上海とかのチームデスマッチも思い出すわ、ほんま。あれはマジクセットだな。はい、これ死ぬ。来い。オッケー、ショイズ、いいねー。さあ、C 行くか。いいんかいって。スモークタイプ。どうした、もう一個。なんかいる。こう、体力きつい。ナイスでしょ。まあ、4人ぐらいいた。今のは立ち悪かったね。うん。まあ、正味さ、ちょっと思うんだけど、BS3 とか BA4 って、スモークでさ、敵殺せたやんか。今作、スモークで敵倒せんの微妙じゃない。直撃させたらさ、1回でいいと思うんだけど、俺。よう助かったな、今。あー、今のやれたやろ。いやー、あと一発やっていけるな。
30キロ6レースを結構頑張ってない俺で頑張ってるっちゃ頑張ってるけど、やっぱりリボルバーが必要だったよ。オッケー、ちょっとほんまに慎重に行くけど、オッケー、いいよ。結構そこら中いる、足音がめっちゃ聞こえる。ん、なんかいるな。オッケー、しよう。あー、 MMG やな、 MMG ちょっとな辛いよね。弾数いっぱいあるな、ほんまハンドガンは弾薬いらずやな。あ、あー閉めてよかった。あ、貫通するかこれ。うわ怖い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 、貫通怖いよな。そこいるね。あー、なに、まあもうわかんねえ。今足音あった、たまに足音バグがあるよな。あったんかな、聞こえてなかった。さてと、どうしようかな。31対49ちょっと負けてんな。ハッター取るか。で俺ちょっと正直ね、まあ確かにドミネーションハッター取らなあかんルールやねんけど、まあ、敵殺しはあんま意味ないからね。さすがにリボルバー縛りしてるとき許してもらっていい？ハッター取りに行ったら死ぬんで。うわすげえいるな。スモーク耐えてすっとんでもいいけど。オッケーオッケーオッケー、なんかいる。まずいこれは。頼む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 、避難できた。来い、よっしゃ。二人がかりがお前おったんか、気づかなかった。 A 取られてんな。あといるね。あーちょっときしんどいかな、もう精度が足りへん。ダメージは十分やけど、うわー、何接触結構強いぞ俺。あ、腰ダメの精度高なるんやったらこれしゃがんだ方がいいね。敵やった瞬間しゃがんだらね、こうしてる精度高まる。うわ爆発物やめろ、お前ハンドが縛り出して爆発物はさすがに大人げないぞお前ら。ガキかガキかお前ら。いるよねそれ。ヘッショナイス、ヘッショ殺せる距離伸びたなマジで。ちょちょちょ、クソエイムすぎさすがに。マジか、じゃあ違う、俺クソエイムなんじゃないって、この銃の精度が悪いんですわ。俺のエイムは完璧やったに違いない。さあちょっと待って、味方のキルマシン狙える、味方の中で無理かな。ちょっと頑張ってみる。ガチでここでキルマシン取ったら俺マジで英雄やで、ほんま。まあ、絶対無理だよ、無理だと思うけどさ。すごいな、立ち回りの勝利ってさ。あー嫌なところで湧いたな。こっから A 行くのはちょっとな、障害物がなあんまり豊富にないからな。スモーク耐えて突っ込むか。あ、俺軍隊ちゃったわそもそも。さあスモーク紛れて、とりあえず A 入るか。あーやばい、これは死んだな。あーやべえ、キルマシンは無理だな。え、そもそもリボルバー縛りでキルマシン取ること自体がさ、もう無茶よね。あ、引き分けとかあるんだね。36級10です。え、結構合格点じゃねな、合格点っしょね。結構頑張ったな。というわけで、リボルバーが非常に強くなったんでね。皆さん、サブエイプはもうリボルバー一択でいいかなと思いますね。まあ、別にルビーとか、使ってくれてもいいけどね。うん。好きな銃使うのがいいと思いますね。はい。じゃあ、こんなもんで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。